クリスタルを継ぐ者たちよ、仲間と共に新たな冒険へ。いつか共に旅した君へ、今年もまたミルラの雫を求める旅が始まります。正気という猛毒の中を私たちが生きるには、クリスタルの恵みが欠かせなくて、その輝きを保つために一年に一度ミルラの雫が必要だから。外の世界には美しいけど恐ろしい場所がたくさんあります。魔物が住む街道、光に輝く水源、灼熱の火山に失われた村、懸命に生きる人や同じ使命を持つキャラバンとのたくさんの出会いがあります。いろんなことがあるけれど、一つ一つが大事な思い出。この旅を忘れないよう、私たちキャラバンは日記を書きます。そう、私たちの冒険記です。では村のため、家族のためにも必ず雫を持って帰ります。さあ冒険へと旅立ちましょう。プレイヤーの分身となるキャラクターは4つの種族から選べます。守る力に秀でたクラバット、攻撃が得意なリルティ、魔法に優れたユークに、自由で素早いセルキー。外見のバリエーションは全40種。また特定のアイテムで物語に登場するキャラクターの見た目で戦える新たなシステムも。外の世界ではクリスタルケージが命を守ります。ケージから遠く離れると正気で命が削られてしまうのですから。ダンジョンには恐ろしい魔物がたくさん。各種族が得意とする武器を手に戦いましょう。拾った魔石を装備すると魔法が使えるようになります。魔石の組み合わせにより魔法は合体し、より強力な魔法に変化します。オンラインマルチプレイでは仲間とタイミングを合わせると魔法や技がより強力なものに変化します。コミュニケーションを取りながら強敵に挑みましょう。今作ではこれまでの敵がさらに強くなった高難度ダンジョンも登場。でも大丈夫、それに対抗する強力な装備も追加されています。また本作はクロスプレイにも対応。家庭用ゲーム機でもスマートフォンでも一緒に遊ぶことができるのです。世界を彩る BGM や主題歌の再収録、キャラクターボイスの実装など、物語はより感動的によみがえります。俺はただの旅好きモーグリさ。雫なんてさらっと集めて気ままな旅を楽しまなきゃ。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスター、3つのダンジョンとそのクロスプレイまでが無料で楽しめるファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスターライトが配信決定。さらに製品を購入したプレイヤーがホストとしてオンラインプレイに誘えば、ライト版のプレイヤーも最大13ダンジョンまで一緒に冒険することができます。さあ、たくさんの仲間との新たなる冒険の始まりです。